します。おー、瞬間移動できる。そうです。さあ、カズノコさんはそこまで。おー、めちゃくちゃ熱い。イデオシェンロン、そして願いを叶えたまえ。すげー、すげー、やばい。ドラゴンボールザブレイカーズシーズン5配信記念番組。よいしょ。皆さんこんにちは。本日 MC を務めます石川理恵と申します。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ、ドラゴンボールザブレイカーズ1周年を記念したシーズン4、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。本日はついにやってくるシーズン5の最新情報をお届けしてまいります。それでは早速出演者の皆様を紹介してまいりましょう。まずはドラゴンボールザブレイカーズのプロデューサー小谷さん。こんにちは、バンダイナムコエンターテインメントの小谷です。発売2年目に突入してますます加速する本作シーズン5もぜひご期待ください。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてドラゴンボールザブレイカーズの開発を担当されている大塚さん。はい、開発の大塚です。2年目のドラゴンボールザブレイカーズも、パワーアップしてまいりますので本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして、本日の配信を盛り上げていただくゲストの方々も紹介してまいりましょう。数々の e スポーツシーンでも活躍されており、これまでの配信番組でも盛り上げてくださった大貫さんです。はい、ドラゴンボール大好き YouTuber 大貫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、います。さあ、続きまして数の子さんです。はい、バーニンコア所属プロゲーマーの数の子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速本日の番組の流れをお見せいたしましょう。まずはシーズン5冒頭のキャンペーンやイベントに関する情報をご紹介いたします。その後、皆様お待ちかねの新レイダー新サバイバー情報を発表し、大貫さん数の子さんに一足先にゲームをプレイしていただきたいと思います。そしていくつかのアップデートに関する情報をお届けしてまいります。番組終盤には1周年記念番組の最後に発表したあの情報もお届けいたしますので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。あの、来ちゃいますか。あの情報でございます。言えない今日言えない。そして本番組の配信を記念したプレゼント試作をご用意しております。こちらです。シーズン5配信記念番組スペシャルアイテムコード。イエーイ。さあ、こちらは番組内で豪華アイテムがもらえるコードを一文字ずつ公開してまいります。まずは一文字目発表してまいりましょう。こちらです。 H。 おー、 H でございます。まだ何かわからないですよね。そうですね、はい、おーしか言いようがないですね。おー以外のコメントじゃなかったですね。そうなんですよ、はい、完成したアイテムコードは番組終了後から使用できるようになりますので、最後までお見逃しないようにしてください。それでは小谷さん、よろしくお願いします。はい、それではここから、シーズン5のキャンペーン情報をご紹介いたします。まずはこちら、スタートダッシュキャンペーンを開催いたします。おー、こちらはですね、毎シーズン冒頭皆様により良い、スタートダッシュを切っていただけるよう、ご用意させていただいております。今回はですね、オンラインマッチで獲得できる経験値が2倍、ゼニーが 1.2 倍、超戦士スピリットが 1.2 倍となっております。おー、はい、続いてはですね、こちら、イベントティア、グルメなウィスのお願いを開催いたします。期間中ですね、アイテムボックスから出現する、カップラーメンメダルを、集めて、イベントティアを進めていくことで報酬が獲得できるイベントとなっております。目玉報酬はですね、特別な色のウィスの服イベントバージョンです。今画面に出てますね、ここだけでしか手に入らない衣装となっておりますので、ふるってご参加ください。さあ、こちらね、限定衣装っていうのはめちゃくちゃ欲しくなりますよね。やり込んだ証になりますからね。確かに、うん、そしてですね、シーズン5冒頭に追加されるガシャについてご紹介させていただきます。DBS、ブロリースピリッツ、ボリューム4でございます。シーズン4にて映画、ドラゴンボールスーパーブロリーから新トランスボールが登場しておりましたが、ついに最後の一人、ブロリースーパーサイヤ人フルパワーが追加されます。おー、このトランスボールにももちろん新必殺技新スキルがございます。まずはこちら、新必殺技ギガンティックロアでございます。口から強力な気功波を発射する必殺技となっておりますので、レイダーに果敢に立ち向かっていただけたと思っております。そして
新パッシブスキル神をもしのぐ野生でございます、うん、ドラゴンチェンジ中武空術での移動スピードが低下する代わりに、与えるダメージが増加するという効果になっております。好戦的なプレイスタイルの時に、刺さるスキルとなっておりますのでよろしくお願いいたします。その他のスキルなどトランスボールの詳細は SNS でも公開させていただきますのでぜひチェックしてみてください。はい、さあありがとうございます。それでは一旦キャンペーン新ガシャ情報はここまでにして、小谷さん、はい、皆様お待ちかねの新キャラ情報いけますか。はい。さあそれではここからは新キャラ情報を発表いたします。はい、新キャラクターが登場する特別な映像をまたお持ちしておりますのでこちらをまずご覧ください。どうぞ。I guess you mortals are not completely useless. Is that all you've got? You're finished. Get out of my sight. Let's go! I'll do my best! Don't give up. I'm not going down. This isn't the end. I guess it's up to me. Change! My story doesn't end here. Well, what do you think of this color? Is it not beautiful? My vision for the world shall be realized. My form is justice, and my form is the world. Worship me. Give praise unto me. You may be more powerful, but you're still not a god! Light of divine justice, strike me now! A coward god who appeases evil can never prevail! ということでですね、シーズン5で登場するレイダーはザマス&悟空ブラックです。さらにですね、新サバイバースキンとして、マイ、ミライ、プーアル、ジャコが登場いたします。そしてですね、今お見せした映像の最後にも映っておりましたがシーズン5の開始日も改めてここでお伝えさせていただきます。シーズン5、開始日はこちらです。もうこのキャラはレイダーとしての実装を望む声も多かったんじゃないですか。めちゃくちゃ多かったですね。はい、どうですか、おぬきさん、ドラゴンボールファンとして。僕は一番ザマス来てほしくて、やっぱ悟空の声が聞けなかったじゃないですか今まで、はい、にブラックで、ね、俺がそこ一番嬉しいんですよね。そして風の子さんどうですか。そうですね、またなんか、うん、2人で戦うキャラクターなのかなと思いつつも、うん、なんか合体もしてたんで、うん、ちょっとまた戦い方が全く読めないレイダーが来たなっていうことでちょっと楽しみですね。楽しみですね、はい、さあそんなですね、キャラクター、最新のキャラクターをですね、詳細ご説明お願いします。はい、こちらご覧ください。レイダーザマス&悟空ブラックは2人のコンビネーションでサバイバーを追い詰めるバディ型レイダーとなっております。
先ほどお見せした映像内でも一部映っておりましたが、2人で共闘するシステムで今までとはまた一味違った面白さをお届けできるかと思っております。それでは各進化レベルについてご紹介させていただきます。それではレベル1から、レベル1ではザマスを操作します。このレイダーはレベル1からレベル4まで機能探知での、索敵が可能となっております。実はですね、今まで機能探知ってあったと思うんですけど、全携帯で機能探知を使えるのはザマス&悟空ブラックのみとなっております。そっか、セルも1は使えないですもんね。はい、そうですね。また突進攻撃を行うアクティブスキル新列山などもあり、レベル1から積極的に攻撃を仕掛けられるレイダーとなっております。それだけではなく、ザマスは皆さんご存知の通りですね、不死身ですので、体力がゼロになっても次のレベルに進化することが可能となっています。すごいですね、原作通り。そしてですね、この次のレベルからバディ型レイダーの特徴が色濃く出てまいります。レベル2ではこちら、悟空ブラックです。プレイヤーは悟空ブラックを操作することになりますが、ここからバディ型レイダーの本領が発揮されます。悟空ブラックを操作している間、ザマスは自動でですね、各エリアを巡回いたします。そして、サバイバーを見つけると自動で攻撃を行ってくれます。ここまではギニュー特戦隊のグルドに似てるようにも聞こえるかもしれませんが、今回のザマスについてはより攻撃的な行動を取るようになっております。サバイバーを見つけると、機弾や突進などを用いて、攻撃を仕掛けてくれるだけでなく、悟空ブラックの近くで戦っているときはサバイバーを拘束したり、防衛フェーズ以降は常に、悟空ブラックのそばで共に戦ったりと、さまざまな行動パターンを持っております。さらにですね、ザマスには体力が存在しておりますので、例えばロケットランチャーなどの一撃では撃退できません。またサバイバーからの攻撃を避けたりもしますので、厄介な相手になるかと思います。そして、それだけではなく、プレイヤーが操作する悟空ブラックはザマスがいる場所にですね、瞬間移動するスキルを持っています。ザマスとサバイバーが戦っている時など良きタイミングを見極めてザマスに合流すれば、共にサバイバーを追い詰めることができます。2人で発動する合体技もありますので、協力してサバイバーの全滅を目指していただけたらと思っております。どうですか、さっき数の子さんもタッグ気になるって言ってましたけど。そうですね、なんかグルドと結構似てるのかなって確かに途中まで思ってたんですけど、はい、結構そのザマス自体が攻撃を避けたりとか、まあ、いろんな攻撃してくれるっていうので、結構そのもっとチームワーク的な要素が強くなるのかなと思ったので、まず最初にちょっとザマスがどれだけ動いてくれるかっていうのをなんか知らないと、はい、いいコンビネーションができなそうだなっていうイメージはありますね。確かに行動パターンをね、そうですね、豊富っぽいので、うんうんうん、ここ気になりますね。確かに大貫さんはどうですか。あ、今数の子も言ってた感じで、あのザマスがどういう攻撃パターンをしてくれるとか、この時はどういうのをするっていうのを、はい、どんどん覚えていったらよりよく悟空ブラックが動きやすくなるじゃないですか。だからめちゃくちゃ今までのレイダー以上に攻略の違いがあるキャラなのかなっていうイメージはつくんですけど、はい、めちゃくちゃなんだろう、見てみなきゃまだ分かんないよねっていう感じでワクワクしますね。はい、もう100点のコメントですね。いいとこ見てるってですね。もう説明しなくてもいいんじゃないかと、ね、してください。次がありますから、しますか。まだありますね。はい、続いてはレベル3のご説明となります。レベル3では悟空ブラックスーパーサイヤ人ロゼとなります。はい、基本的な操作はレベル2と同じですが、必殺技やスキルがより強力になっております。例えばですね、レベル2時点で、使用可能だった合体技新列光弾はさらに、爆発範囲が広くなり、ブラックカメハメハはよりダメージ量の多い超ブラックカメハメハロゼへと変化します。他にもですね、突進がヒットしなかった場合でも遠距離攻撃を放つことができるアクティブスキル、超新列乱舞も使用可能となっており、サバイバーをより仕留めやすくなっております。そして、お次はですね、レベル4合体ザマスです。ここからはザマスと悟空ブラックが合体して再び一人のキャラクターとしてプレイすることになります。その分ですね、一つ一つの必殺技やスキルが強力になっておりますので、レベル4だけの特別な必殺技もございます。必殺技絶対のイカズチは地面に向かって連続で雷を落とすオーラを
上空に配置することができます。配置後合体ザマスは自由に動いて攻撃することができますので、サバイバーはより一層窮地に追い込まれること間違いなしです。さらにですね、レベル4ではエリア破壊技も素早く使用可能なので、それも一つの脅威となるかと思います。おー、レベル4までちょっと説明聞きましたけど、うん、どうですか和之子さん。そうですね、でもさっきの映像だとこれだけじゃなかったと思うんですけど、はい、確かにレベル4合体ザマスについては体力が一定以下になるとアクティブスキル半身崩壊を任意のタイミングで使用することができます。このスキルを使用することで合体ザマス半身崩壊に変身し性能が変化いたします。ステータスも大幅にアップする最後の切り札となり得る変身ですが、変身した後は必殺技やスキルも別のものに変化いたしますので、使うタイミングには注意が必要です。ただですね、変身後は高性能の突進攻撃である崇高なる鉄槌など、少数での戦いに特化した技も、使用可能となりますので、ここぞというタイミングで使用しサバイバー全滅を目指してください。ありがとうございます、はい、和之子さんどうですか今の話聞いて。そうですね、なんかレベル4になった後でもまたさらに変身ができるっていうの今まででなかったんで、はい、ちょっとどんな感じの性能なのかちょっとワクワクしますね。確かに。大貫さんはどうですか。手が変形して、まあ、あれから何か必殺技が使えたりとか、レベル4もただただ強いと思うんですけど、その後があるっていうのはね、その体力がなくなったら絶望しかいつもないんですよ。体力がなくなった時にそこからまた楽しみができるっていう、やっぱブレイカーズどんどん進化していくなっていう、また楽しみをね生み出してくれて。ちなみになんですけど、これも聞きたかったんですけど、前回はドラゴンボールじゃなくてトランスボールなのとかだったんですけど、今回はドラゴンボールとトランスボールがどっちなのかっていうのが知りたくて。実は僕も分かってなくて。分かんない。やはり気になりますよね。気になりますよ、そこは一番。ですね、ザマス&悟空ブラックについてですが、はい、彼らの元いた世界でドラゴンボールが存在していないの で、はい、このレイダーとのマッチでもドラゴンボールは出現しません。その代わりですね、サバイバーの対抗手段として今回もですね、スーパートランスボールが登場いたします。うわ、来た。今回はですね、マッチの進行状況に応じてトランクス、スーパーサイヤ人、怒り、また、ベジット、SSG、SS の2キャラに変身可能となっております。原作さながらの熱いバトルをお楽しみいただけたらと思っております。ブロリー戦でも登場したスーパートランスボールですが、今回は合計2回しか出現しませんので、また異なる立ち回りが必要になってくるかと思います。特にですね、ザマスと悟空ブラックの2人を相手にする場面ではいい使い方を模索していただけたらと思っております。いやー、かなり気になることがいっぱいありましたけど、どうでしたか和之子さん。そうですね、まあ、スーパートランスボールが出るってことなんですけど、はい、まあ、ブロリー戦とは違って多分回数が1個少ないっていうことなんで、はい、まあ、かなりその変身する人にかなりなんかこう、責任が求められそうな原作もね、はい、そういう感じの戦いありますから、はいはいはい、だいぶ大事な要素になってくるんじゃないかなと思いましたね、はい、大貫さんはどうですか。やっぱレベル3になってから多分1個目が落ちてきてレベル4でって感じじゃないですか、はい、その2人と戦わなきゃいけないから、はい、そのレベル2から3になるザマスがいつ自分も進化した方がいいかなとか、トランスボールが落ちてきちゃったらのことも考えなきゃいけないんですよ、ね、その鍵の付け具合とかで今は2のままいった方がいいのかなと か、はい、かそういう戦略も生まれるんじゃないかなと思って、はい、また新たな、ね、戦略が生まれてちょっと早くやってみたいなと。ありがとうございます。そうですね、今回のレイダーに関してはかなり戦略の幅が広いものなので、はい、やり込めばやり込むほど、あ、ここ、こうしたら、うん、よりうまく立ち回れるっていうところが一本筋じゃないっていったところが特徴かなと思ってます、うん、はい、はい、さてですね、ここからはシーズン5から登場する新サバイバースキンの紹介をさせていただきたいと思っております、はい、まずはですね、未来トランクス編で登場したマイ未来でございます。アクティブスキルフラッシュバンは遠くからレイダーの動きを一時的に止めることができるスキルとなっております。遠距離から使用できるためより安全にレイダーの動きを妨害可能となっております。時間稼ぎはもちろん、味方を助けるときにも使い勝手がいいものとなっております。そしてですね、パッシブスキル、レジスタンス、こちらはですね、ドラゴンチェンジした後
短時間、必殺技のリミットゲージ消費量と、受けるダメージを大きく軽減し、武空術での移動速度が上昇するスキルとなっております。タイミングを見極めて、ドラゴンチェンジすることで、生存率をぐっと上げやすくするスキルとなっております。続いてはプーアルです。プーアルはアクティブスキルとして2つの変化を持っています。1つ目は変化コウモリです。コウモリに変化することでレイダーからのロックを一時的に外しつつ飛行することができます。すでに登場しているスキル変化ミサイルで変身するミサイルよりサイズが小さくレイダーの攻撃を避けやすいスキルとなっておりますのでトリッキーな動きでレイダーを欺いて逃げましょう。そして2つ目は大きな手に変化しはたいたり掴んだりし、レイダーを妨害することができるスキルです。見た目もコミカルで、面白いスキルとなっておりますのでレイダーを翻弄していただけたらと思っております。そしてシーズン5のドラゴンティア報酬としてあのエリート銀河パトロール隊員ジャコが登場します。宇宙パトロール船は呼び出した宇宙船で空中を移動できるアクティブスキルです。呼び出した宇宙船は起動直後急発進し一定距離まで高速で移動できるだけではなく一定量の攻撃を受けるまで破壊されず飛行できるようになっております。今までに登場している移動系のスキルとはまた違った使い方ができるものになっておりますのでその違いもお楽しみください。ティア50に到達すれば無料で入手できますのでまずはジャコの獲得を目指してプレイしていただけたらと思っております。そしてですねシーズン5では未来トランクス編から新トランスボールが続々と登場予定となっております。こちらはですね SNS で、情報発信を行ってまいりますのでお楽しみに。小谷さんご説明ありがとうございました。さあそれではここからシーズン5先行プレイに移ってまいりますがここでアイテムコード皆様覚えてますでしょうか。アイテムコードの2文字目を発表してまいります。2文字目はこちらです。おお続きが気になりますよね。アイテムコードねぜひこのまま最後までご視聴ください。それではお待ちかね大貫さん和之子さんによるシーズン5先行プレイコーナーに参りましょう。今回は2試合用意しておりますのでお二人に1回ずつレーダーをプレイしていただきます。はい、ちなみに小谷さん、はい、今回も何か視聴者の皆様が嬉しい企画があるんですよね。はい用意しておりますこちらです。イデオシェンロンそして願いを叶えたまえチャレンジ。番組中に1文字ずつ発表しているシーズン5配信記念番組、スペシャルアイテムコードですが実はそのプレゼント内容はこのコーナーを使ってゲストのお二人に決めていただきたいと思っております。こちらをご覧ください。シェンロンにお願いできる願いは3つ。力、技、金です。これら3つの願いにはそれぞれ異なるアイテムが紐付けられています。はい、大貫さんと和之子さんにはこの後2回対戦していただきますが各マッチ終了後勝者の方にこの3つの願いのうち1つを選んでいただき、はい、それに対応したアイテムが今回のコードで入手できるプレゼントとなっております。はい、それではゲームプレイに移ってまいりましょう。1戦目はじゃあまずは和之子さんがレーダーで大貫さんがサバイバーで、はい、2戦目が大貫さんがレーダー和之子さんがサバイバーでお願いいたします。はいはい、さあそれでは1戦目和之子さんがレーダー大貫さんがサバイバーで行っていきます。よろしくお願いします。お願いします。どうだこの色。おはっ悟空さん悟空の声出るいいね。めちゃくちゃいいっすね。ついに来た。また新マップになってますからね。マップが。あーそうだ。ぜひ楽しんでいただければと。壊されまくってる。こちらトランクスだ。聞こえるか。スーパータイムマシンや必要なプッシュの転送は完了している。じゃあまずは和之子さんがレイダーというところで、はい、そして今回ザマスはまあ、最初のセルと同じように時間経過で進化はするんですけれども、まあ、積極的に一般人民間人やサバイバーを狙っていただけたらと思います。で
まあ、仮にサバイバーにやられてしまっても、強制的に進化は行われるんですけれども、まあ、そこでそのサバイバーが、まあ、あのスタッフや大貫さんたちがどう対処していくかっていうのをちょっとまずは見ていけたらなと思います。でも早速もうちょいでたまりそうですね。やばい、ね、たまりそ う, うすぐ進化しますね。すごい。あーでもあと1人が結構新マップもそうですね、緑豊かなところと、あとはもう荒廃した未来を、あー未来のね、はい、結構景観がいろいろと変わってくれるんで、すごい見た目も楽しい家になってます。段階に応じてなんかちょっと違いますよね、見える風景。そうですね、はい、わ広いなあ。らいない。いいよ。あどうなってくるか、あとちょっとなんですけどね、進化が、うん、やばいやばいやばい、新状態超えてますよ。早い。ほら、自動で進化するんですね、はい、そうですね、自動で。うわ、新しい、はい、でここから、はい、はい、ブラックと、ね、そうですね、で、ザマスがエリアを、うん、だからもう今も徘徊します。巡回してるんですよね。そうですね、はい、今ちょっと映ってる紫色のがザマスですね。ああいった感じで自動で飛んで、はい、各エリアを徘徊してくれます。前の銃いいな。でまあ、ちょっとそうですね、まあ、もうこの悟空ブラックとザマスなんですけど、いかに状況を判断するかっていうのが結構じょ、まあ、あの重要なキャラクターになってまして、あのザマスが徘徊してくれるんで、もちろん、あ、戦い始まりましたね。捕まえられるか。あ、おー強い。あ、お、今瞬間調査使いましたね。いいよ、まあ、よく気づきましたね。さすがおー、どこだこれ。あ、この地下道もちょっとこのマップならではで、だいぶ入り組んでて、あ、今追い詰められましたか。あ、でも、あ、お、あ、でも上、上か。あ、通しましたね。お、 X 広い。結構だから今回スタッフ陣もね、かなり練習して、そうですね、挑んでるんで。X 広いな。そうなんですよ。広いですよね。広いですよ、このマップ。おー、瞬間移動できる。そうです。今言ってるザマスに近づいて、あ、ザマスのところに移動して一緒に協力したいですとか、そういう形でどんどんトライが追い詰めてもらいたいと思います。今うまく使えます。今みたいにちょうどそのサバイバーの近くにザマスがいてくれたら、すかさず使ったりとかっていうところで、本当に状況をよく見て戦ってもらいたいと思います。あ、ザマスが戦う、もしかして見つかったのが大貫さんでしたか。うん、大貫さんだったかもしれないですね。もう早速新スキルのタイムパトロール戦を使って逃げてきました。マジ強いっすね。最初の急発進がすごいですよね。そうですね、めちゃくちゃ早いんで。急発進早いっすね。で、まあ、ちょっとうっかりその飛んでいく方向を見せちゃうと、もうすごいスピードで飛んでいっちゃうんで、隅に追いやられちゃったりもするんですけど、はいはいはい、そのあたりうまく使いこなしてもらえたらなと思います。俺使いこなせたらめちゃくちゃ強いっすね。見つけた。見つけましたね。おー、範囲広い。いいですね。ブラックカメハメハはちょっと範囲が広いんで、広い、ちょっとエイムが苦手でも、ロックオンしなくても当たりやすい技になってます。へぇ、追い詰めたんじゃないですか。うわぁ、どうだ、これどうだ。早い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 。僕だったら逃げられてる。おぉ、怖い、それだ。あ、でもまだ逃げる。で、結構これチェイスしやすいキャラクターにもなってですね、攻撃の射程も長いので、ちょっと距離取られたとしても、まだ被弾で攻撃できます。うまい、いいですね。強い格闘も短くて、すげえ喋ってる。そうなんですよ、ダマスが徘徊しながら喋るんで、これもちょっとサバイバーに緊張感を与える要素の一つになってます。十分注意して行動してくれ。いらっしゃいませ、マサイドアリー伊勢じまい。でグルドの時の動き止めるのとやっぱ違って、積極的に攻撃してくるから、そうですね、怖いですよね。すごい怖いですね。近くにいたらやられちゃうっていうのが、そう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 、グルドの時は止められるだけだったんで、うん、まだ最悪レーダーが来なければっていうのがあったんですけど、今回の場合こっちに来る可能性ありますもんね、はい、やばい、早い設置が。いいよいいよ。あ、あと1エリアですね。前回からガチになってるから。確かに。めっちゃ早い。前回の番組からガチに。そうですね、そういった形で、はい、ザマスの方に近づいて。ああ、いいですね。今ちょうどサバイバーが変身してたんですけど、やっぱり
ザマスと対峙するとサバイバーが変身するんで、あ今変身した、戦ってるなっていうのを判断しながらザマスのところに移動してもらって戦いに参加してもらったり。はいや、きた、今回展開早いですね。早い早いんですが、まだレベル2、そうですね、レベル2ですね。ただですね、いやザマスの声がいっぱい聞けるのに、この状態からですね、ザマスは一緒にあの防衛システムを守って戦ってくれますので、ザマス来るんですか、はい、なので機動システムに集まってくるサバイバーをザマスと一緒に一網打尽にしていきます。ザマス、ザマス怖、いいですいいです、今一緒に戦ってますよ。これは大貫さんですか。俺です、大貫さんだ。どうですか今、カズノコさんとザマスに追い詰められるんですか。やばいやばいやばいっす確かに早い、間違えた。でも真ん中にまだいないですね。で注意いただきたいのが、このマップ機動システムの周りに建物が多いんですね。はいはいはい、建物に隠れて、おっ、うわー、どうせレベル3、やべー、レベル上がるか、進化した、いますか、おー、ロスだ、かっこいい、かっこいいっすね、かっこいい。今こちらに補給を送る、うわ、範囲すごいやばいやばい、大貫さんが集まってるところ、この広範囲の攻撃でいつもだけに、あーあー、すごい、あれがあるが回復に特化した。そして今レベル3になったので、はい、スーパートランスボールが落ちてきました。そうですよね、はい、どこだ。なので今ザマスと一緒に戦えてるんですけども、サバイバー側にも強力な味方が、いやでも残せになった状態だと結構きついですね。そうですね、この戦いをもう原作さながらのものが見れるんじゃないですか今から。強いな、みんな。ちゃんとシグナルが遠い遠い、その間にももう破壊が、あでも他のサバイバーが時間稼いでるんで、時間稼いでますね。スタッフさんいいよ、いやこれ面白い、スタッフさん頼む、結構展開早かったんですけど、ザマスも手伝ってくれる、そうそう、追いかけてる先にザマスがいたりとか、そういうのもサバイバー意識なんか戦わなきゃいけないので、強い、これあいえ、あー、来た、怒ってる、怒ってる、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる、助けに行くぞと。さあ行きますよ、トランクスが、もう今3人今ダウンしてますからね、やばいっすね、ここで一発逆転を、おー、ダマス待機してるんだ、さあ、さあ、こうやって戦ってる間にもザマスが加勢して、ザマスいるの、奇襲を仕掛けたかと思いきやザマスがちゃんとフォローに入る、強い極ブラック超える、やばい、やばい、やばい、強い極ブラック、うわー、飛んでた、おー、あと4人ですよ、いやでもこれ結構厳しいんじゃないかな、やべえ、ちょっと戦いできないですね、破壊されちゃいますよ、どうするか、破壊されちゃうよ、サフー、あんなに早く設置したのに、あれ仲間が助けを、あーやられちゃった、あーすごい、これはもう破壊するも先に全滅させられる感じですかね、レベル3状態ですもんね、これでも、ね、やばい、カズノコ、ちょっとこれはただあんまり早く起動機設置すぎちゃったせいでサバイバーのレベルが低かったですね、2が多いんで、ああそういうことだ、ちょっと速度感も意識して、うわー、うわー、すごい大逆転じゃないですか、強っ、戦闘力高いっすね、ああ今夜は心地よい眠りにつけそうです、やばー、さあ、1戦目を制したのはカズノコさんでした。ちょっとお二人にお話を聞いていきましょう。じゃあまずは大貫さん、いかがでしたか。はい、カズノコめちゃくちゃうまくて、はい、ただ
ジャコ の, あの移動する、はい、めちゃくちゃ移動しましたよねあれめっちゃバズりますよ結構大きくて見つかりやすいんですけど、はいすね、最初の急発進で見失わさせて、はい、あとはちょっと緩やかになった時にどっか隠れとくっていうのが一番、ね、新スキルがめちゃくちゃ重かった。ありがとうございます。先行弾も当ててあの数の子緩ましたかったんですけど、もう全然先に気が打たれちゃってうますぎると思ってエイム力さすがだなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして数の子さんいかがでしたか。そうですね、やっぱりできることがすごい多くて、はい、瞬間移動で騙すところに、まあ、急に飛んだりとか、うん、本体も機能探知でサバイバー探したりとか、結構やっぱサバイバーを探す能力自体はすごい高いなと思ったんですけど、今回やっぱレベル2の時は結構その攻撃力自体はちょっと低めなのかなと思ったんで、はい、そこをなんかこうレベル2をどうやってサバイバー側の数を減らせるかっていうのが結構重要になるのかなっていうのと、あとやっぱりその最後のスーパータイムマシンが出た時にそのザマスが同じ場所で戦ってくれてるんで、なんか複数のサバイバーが一気に襲いかかってきても、うん、まずザマスが手助けしてくれて、なんか複数の3人4人とかにいきなりボコボコにされたりっていう展開がなかったんで、そこはめちゃくちゃ新しいなと思いましたね。じゃあちょっと大塚さんいかがですか、2人のプレー。いやそうですね、やっぱり本当今前半の戦いってすごい、はい、あのまあ、大貫さんがあのパトロール戦で逃げたりとか機動機の設置が早くて展開が早くて、ザマスちょっと大丈夫なのかって前半ちょっと思われたと思うんですよ、はい、でも最後にやっぱりあの起動システムのところで、あのブラックじゃなくて数の子さんとザマスが一緒にあの戦ってくれたおかげで、あのサバイバーを全滅できて、すごいこのバディ型レーダーっていうあのブラックの魅力がお見せできたんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。そして小谷さんいかがでした。はい、本当にあの僕たち、まあ大塚さんと一緒に話して作ろうとしていたコンセプトっていったところがうまく今バトルの中で現れてたなとは思ってて、巡回してる時にもうあのやっぱりキー刺す時を邪魔しつつ、最後タイムマシンのところで集まってきた時にもやっぱりバディとなって攻撃にも転じれるっていったところで、本当にあの2人でどれだけ追い詰められるかっていったところがあのうまく見せれたかなと思って、ただ展開が早すぎてめちゃくちゃ面白いガチでしたね、誰もが1戦目とは思えない、ね、白熱してましたね。白熱してたな。ありがとうございます。ありがとうございます。それではマッチに勝利した数の子さん、どのお願いになさいますか。じゃあ力でお願いします。わかりました。ではイデオシェンロン、そして願いを叶えたまえ。はい、ということで一つ目のアイテムコードプレゼントはこちらに決定しました。ありがとうございます。さあそれでは2戦目は大貫さんがレイダー、数の子さんがサバイバーとなります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。続いて2戦目は大貫さんがレイダー、数の子さんがサバイバーでプレイしていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。もうクーブラック来た。1戦目終えて、はい、次2戦目っていったところでどうですか、見どころは。そうですね、はい、いやまあ今回も先ほどちょっと数の子さんがサバイバー全滅できたんで、はいはい、大貫さんにもぜひ、ザマスを協力してそれは全滅してもらいましょう、うん、スーパータイムマシンや。はい、だからさっきの風の子さんと同様で、はい、あれですよね、最初は市民を、はい、そうですね、はい、あもう早速早速やりましたね。取り目早いな、もう躊躇ないですもんね。そうですねさっきの風の子さんがあったんで、まあ、防衛フェーズに早く行ったとしても全然巻き返せるんで、うん、はいはいはい、今精神的には大木さん結構余裕があるんじゃないですかね。確かに確かに。さあ2人目、はい、早い早い早いぞ。いらっはい、あ、来た。市民が寄ってきてますね。寄ってきてますね。寄ってきてる。もう進化しました。開始1分も経たずに。正義を。これは大事ね。レベル2。さあ、これはちょっと怖いんじゃないですか。怖いですね。結構。だってもうエリア破壊できますもんね。そうですね、もうだからキーが見つかったところから、はい、なんだったらもうたまたまそこにいたサバイバーを巻き込んじゃうという可能性も全然今だったらありますよね。あ、こうやって探ってる。
周りをちょっと見ていただいてですね、日の探索をね、はい、全レベルでできるっていうのまたいいですよね。そうですね、ずっと索敵しやすいというか、はい、OK、 おあ、もう見つかりましたね。見つけました、早い、見つけた。ここはどこだ、これはもうなんか一方的なバトルなんじゃないですか。家壊されてるんですか、逃げればいいのに。話怯えてね、来ますね、来ますね、はあ、OK、 全然起動機を見つからないで、さあ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 、まずいな。おお、大家族じゃないですか、これ。いいよ。こんな、豊かな場所で。お、行きました。おお、すごい。入手した。しかもいいですよ、レベル2のサバイバーなんで、これやら落とされたら結構痛いですよ、サバイバー。逃げて。逃げて。逃げて、逃げて。なんとか。どうなってんの？逃げた。あ、いや、まだ。あ、見つかってる。まだ。まだ逃げ切れないですね。まあ、どうも、うわー、うまい、うまい、さあ、うわー、オーケー、うまい、うまいですね、強い。え、これ結構早めに3いっちゃうんじゃないですか。そうですね、もう、あー、こっちかな、流れるようなエリア破壊、エリア破壊、さあ、やめてください。いや、思ったより早く決着がついちゃうじゃないですか、これ大丈夫ですか。いい感じ、いい感じ。確かにまだ合体チャンス見せるじゃないですから。大塚さんも甘いっすよ。甘いですか。本当に甘い、ずっと甘いなって思ってました。そうだ。おっ、やばいやばい、マジか。確かに甘かったかもしれないです。甘かった。そうなんですよ、相手には数の子さんいますからね。いますからね、まだまだ。それは全然挽回きますよ、はい、挽回きますよ。そうなんですね、ここで。いやでもこれだからレベル2の状態を、はい、結構短めにされると結構きついですよね、はい、レベル3になった時に、はい、かなりその機動力上がるじゃないですか、はい、でもって思うじゃないですか、うん、ただここで早めにレベル3になったら逆にサバイバーにとっても早くスーパートランスボールが落ちてきてくれる、はい、あー、そういうことか。お、これは逃げました。確かに確かに。あ、まだ追いかけてそう。あー、いません。いや、これちょっと優秀だよなぁ。展開が結構面白いですね。あー、やられちゃった。うまい、うまい、うまい、うまいですね。今逃げた人が引き付けてくれたおかげで、うん、もう一人逃げ切れたのか。あっちもバディと戦ってますね。そうね、バディ戦ってますね。オーケー、でもザマスが、ザマスが、ザマスが狙ってる。ザマスが仕事してる。お、もう一人いましたね。ザマスも囲んでるもん。どうした。うわー、レベル3かも。さあ、ザマス、めっちゃ仕事してる。こうやってね、他のサバイバーを受けた間に、やばい、これザマスはザマスで他のサバイバーをちょっと倒してくれてる。これはやばいな。いいですね。やるか、ザマス。よかろう。いや、4なれるか、これ。これは、この調子でいってほしいですね。いやー、これ結構やばいんじゃないか。ダンチ見なくなっちゃったんで、はいはいはい、もうあとはもうサバイバーを倒してレベル4を目指してもらってですね。はいはい。おお、すごい。うまっ。うわー、うわー、かっけー。さあ、あと6人、あと6人ですね。うわっ、もう着実に見つかってきますね。いや、確かに、あ、ここまで行くぞ。おー、トランクス来た。来た。これ止めたいっすね、勢い。これ怒ってますもんね。怒ってる、怒ってる。これさっきのバトルだと、まあ先にあのロゼの方に攻撃しちゃって、うん、横からザマスに挟まるという感じになってましたけど、じゃザマスの位置って結構重要ですよね。重要になってきますね。まずい、レベル4になっちゃう、これ。あー、やばいぞ、これは。やばい。レベル4いけるか。さあ、もう止めらんないですよ、レベル4になっちゃうと。でもこれ今、風間さんが、いや、見つかってる。いや、だからこの段階でエリア界ここまで、エリアがここまで狭まってると見つかりやすくなっちゃうんですね。逃げる場所に。うまい。オーケー。うわー、やばい。うわー。え、あと何人？お、あともう4人ですかね。4人で2人ダウンしてます。お、さあ、これもじゃあめちゃくちゃ熱いバトル。熱いバトル。これ今ザマスが来てないんで、まだちょっとこの間に助けてほしいですね、他のプレイヤーを。あ、今助けてますね。あ、助けてる。あ、でもうまい。
それに気づいていきますよ。あーやられちゃった。あーやばい。あーこれなっちゃうんじゃない。おっ、あっ、まずい、合体してしまう。さあレベル4はやばい。今回からですね、レベルがあのスーパートランスボールの相手と変わって、はい、そうですね、解除しました。はい、見えてるよ。あ、いえ、これはまずい。スーパートランスボールが、次のスーパートランスボールが落ちてくるまでもっと欲しいですね。あ、いえ、はい、うわなんだ、うわ、なんだこれ。これもなら、イカズチ、イカズチが落ちてきます。イカズチ、これ当たったらね、一気に大ダメージですから。うわ、空に設置して、ランダムに降らせる。行きましょう、追いかけ追い詰めていきましょう。すげー、強い、やばい。レベル5だとバディじゃなくなってもこう、こういう範囲攻撃がね、まずいぞこれ。どんどんいけるんで。え、あと何人、あと3人ですかね。3人でもスーパートランスボール持ちてきたんで、まだ諦めないで、まだいける。追い詰めて、崩壊させるべきか。壊してあげよう。スーパートランスボールを誰か、はあ、やばい、もう2人しかない。やばいぞ、やばいぞ。うわげー、やばい。おっと、やばい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 、レジットブレー、もういい、倒してあげましょ う, ましょう。タイマシンとかじゃなく、カズノコとタイマンか、来るか。これこのままレジットブルーでガッタリザマス追い詰めたら原作通りの展開じゃない。原作通り。アイバンかカズノコ。さあ、さあ、さあカズノコさん。そこまで。おお、出た。熱い。さあ。おお、攻撃高いね。おお。いいですね。一対一の。大迫力。いいバトルしますよ。いいバトルしますよ。回して。はい。逃がさないよカズノコ。さあ、どうする。おい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 、なんだこれ、来た。だ、近づけないな、これ。あ、でも方向が、そうですね、いいですね。うまく回り込んで、あい、え、これブレイカーズですよね。ブレイカーズ、これブレイカーズ、すげー、うわー、うわー、強すぎる、すげー、来た。強いな、やばい、やばいですね。レベル4やばすぎるわ。さあ、2戦目の激闘を制したのは大貫さんでした。おめでとうございます。これは見どころあるバトルでした ね, ね, ね、ありましたね。じゃあちょっとお二人に感想を聞いていきましょう。まずは数の子さん、いかがでしたか。そうですね、やっぱりその探索能力が高いのと、はい、やっぱレベル3になった時に急に攻撃力上がるんで、やっぱ見つかったサバイバーがやっぱ逃げ切れずにやられちゃうっていう展開も多かったんで、ただやっぱそのベジットがすごいあの攻撃力がすごい高かったんで、まあレベル4になっても一応まだ味方と連携できればベジットと一緒に逆転も一応可能なのかなっていうふうには感じましたね、はい、逆にやっぱザマスに対するこう知識が深くなっていけばなっていくほど、まあ、サバイバー側も有利になっていくし、まあ、レイダー側も、まあ、もっと相手を追い詰めやすくなるっていうことになると思うんで、はい、まあ、その極ブラックの操作技術っていうのも大事ですけど、やっぱり今回はザマスの動きをちゃんとお互い理解して、まあ、読み合いが展開していくのが今回のレイダーの醍醐味だと思うんで、ちょっとより研究しがいのあるレイダーが出てきたので、次のシーズンが本当に楽しみです。ありがとうございます。そして大貫さん、いかがでしたか。はい、ありがとうございました。今回共闘がメインということ、初めての、まあ、グルドは今までいたんですけど、その探索して見つけてくれたらというところで、あのグルドは止めるだけだったじゃないですか、うん、もうなんかそのバリア剥がれてるサバイバーをフィニッシュしてくれたりとか、もういきなり食い止めてくれてみたいな、しかもそこに僕まだ今日初めてできなかったんですけど、そこに瞬間移動して共闘できるとか、もうなんか本当攻略が進めば進むほどザマスの魅力がもうめちゃくちゃあるんじゃないかってぐらい楽しくて、で最初はやっぱりすごくよくできてるなと思ったのが、やっぱ攻撃力が低いんですよ、はい、だからやっぱり民間人結構最初見つけるの結構大切っていうところは、その魔人ブーとかセルの良さを受け継いでたりとか、それでもやっぱ最初からその木を探索できてっていうところが今までになかったレイダーの
そこめちゃくちゃ強いですね。やっぱ隠れてんなと思ってても、やっぱブロリーとかだとそこ強いんですけど見つけられなかったところが、はい、全部なんか今までのレイダーのいいとこ取りみたいなところで、めちゃくちゃ面白いレイダー誕生したなっていう、素晴らしい、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大塚さんどうですか、2人の戦いを見て。いや本当にそうですね、もう本当にザマスが活躍してサバイバーを追い詰めていて、最後はちゃんとレベル4に進化して合体ザマスで、もう最終的にベジットと、合体ザマス戦ってバトルが、でもう本当に今大貫さんが面白いレーダーだって言ってるけど、レベル4になった時の大貫さんのもうキーボードを叩く音がすごくてすごかったですよ。ドラム叩いてるのが本当すごかったノリノリでしたね。ノリノリでしたね。ノリノリでした。もう画面見てたら大貫さんの笑顔もめちゃくちゃ見えるんで、本当に大貫さんを楽しませることができるようなレーダーができたんだなっていうのがすごい感じられました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして小谷さんいかがでしたか。いや本当に感無量というか、すごいいいバトルを2つ見させてもらったなっていうのが率直な感想で、あともう一つ言えるのが、今の合体ザマスが、はい、HP 削られるとするじゃないですか、したら半身崩壊状態になるんですよ。そうですよね。これはね、ぜひ本日見せれなかったところではあるかもしれないですけど、皆さん手に取っていただいてお試しいただけたらなと思ってます。体力半分以下ですよね。そうです。確かにあれより強いザマスってどんなんだろうね。この先があるんだぞと。この先ありますよ。はい、ぜひ皆さんプレイしてみてください。さあそれではマッチに勝利した大貫さん、願い事は何にしますか。はい、じゃあ技でお願いします。わかりました。ではイデオシェンロン、そして願いを叶えたまえ。はい、ということで2つ目のアイテムコードプレゼントはこちらになります。どうぞ。はい、ということで改めまして、イデオシェンロン、そして願いを叶えたまえチャレンジの結果はこちらになりましたので、この後番組中に完成するアイテムコードをお見逃しないようにしてください。それではここで先ほどプレゼント内容が決まったアイテムコードの3文字目を発表いたします。3文字目はこちらです。 P です。さあ皆様、こちらのアイテムコードの文字数、残すところあと一文字となっております。最後までお見逃しないようにしてください。それでは続きまして、シーズン5アップデート情報の発表に参りましょう。小谷さん、はい、これからもここからもまだまだあるんですよね。もちろんです、それではスライドをお願いいたします。まずはこちら、クロスプレイ実装でございます。よーっしゃー、待ってました。長らくお待たせしておりましたが、1周年記念配信番組で発表したクロスプレイ機能をついに、シーズン5で実装いたします。クロスプレイ機能の実装により、シーズン5からは異なるプラットフォームのユーザーと一緒にプレイすることができるようになります。プラットフォームをまたいで、お友達やまだ見ぬライバルなど、もっとたくさんのユーザーと遊んでいただけると嬉しいです。なおですね、オプションでクロスプレイのオンオフは切り替えることができますので、今まで通り同じプラットフォームで遊びたい人は、そちらの設定をご利用ください。詳細は追って SNS 等で、発信していきますので、そちらをチェックしてみてください。またシーズン5からゲーム内のフレンド機能も実装いたします。他のプラットフォームのユーザーとぜひフレンドになって一緒に遊んでいただけたらと思っております。いやこれは嬉しいんじゃないですか、お二人もね。めちゃくちゃ嬉しいです。カズノコがプレステで、僕スチームでやってるんで、カズノコと遊べなかったんですよ。だからカズノコとやっと遊べるようになるなっていうのがすごい楽しみですね。ちょっとお二人のサバイバーで連携した姿とは当たりたくないですね。当たりたくないですね。ぜひ楽しんでいただけたらと思います。続いてはこちら、シーズン5もランクマッチを開催いたします。今回からですね、クロスプレイも実装されますので、異なるプラットフォームで遊ばれている方など、より多くの方とのマッチをお楽しみいただけるかと思います。細かい条件などの詳細は SNS、公式サイトで公開いたしますので、そちらでご確認いただけたらと思いますが、この場ではシーズン5のランクマッチ報酬を大発表いたします。こちらです。今お見せしているのが最高ランクとなる、Z5 の特別報酬です。今回もですね、サバイバーランク、レイダーランク、それぞれに応じたものがございます。続いてこちらが Z1 から Z5 ランクまでの方に用意されている報酬です。
ランク Z 帯、そして最高ランクの Z5 に到達した方しか手に入れられない特別な報酬となっておりますので、獲得を目指してプレイしてみてください。シーズンをですね、重ねるごとにより良いものをお届けできればと思っておりますので、シーズン5もぜひ楽しんでいただきたいです。さてですね、続いてはこちらです。レベルアップ済みレイダーの販売でございます。シーズン5からなんとレベル20の状態のレイダーをショップで購入できるようになります。購入してすぐある程度スキル強化をした上で、マッチに挑めるので、ブランクがある方や、初心者の方もプレイしやすくなるかと思います。さあ今回も盛りだくさんでしたね。ついにクロスプレイが実装、そしてランクマッチの本開催、さらにレベルアップ済みレイダーの販売、もうより遊びやすくなるアップデートがたくさんで、ユーザーの皆様も楽しみになったんじゃないでしょうか。はい、これからも進化を続けていきますので、ぜひ、お友達も誘って、ご一緒にブレイカーズを楽しんでいただけたらと思います。またここでは紹介しきれなかったアップデート内容についても追ってですね、SNS 公式サイトで公開いたしますので、そちらもご確認いただき、シーズン5開始から存分にお楽しみください。それではここでアイテムコードの最後の1文字を発表いたします。こちらです。 E ということで、はい、完成したアイテムコードはこちらとなります。はい、番組終了後から使用可能となっておりますので、ぜひご活用ください。期限も短くなっておりますので、お早めによろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、あっという間にお別れの時間となってまいりました。最後にもう一つ SNS キャンペーンのお知らせがございます。この番組終了後、シーズン5開始記念の SNS キャンペーンを実施いたします。豪華報酬がもらえるキャンペーンとなっておりますので、ぜひこちらもチェックしてください。それでは最後に皆様から一言感想をいただきたいと思います。じゃあまずは大貫さん、いかがでしたか。はい、めちゃくちゃ楽しくて、この収録の実は前の日にちょうど Z5 に昨日上がってきまして、もうブレイカーズ楽しくて、ランクシステムやっぱ楽しくて、はい、なんか今までも楽しかったんですけど、より一層その鍵をつけたりとか、うん、その味方を生き返らせてあげることに意識が余計にいくようになって、うん、やっぱランクシステムが加わったことによって、うん、ゲーム性がなんかやっぱね、みんな意識の張り方が変わってきて面白くなったなっていうのがありつつ、またこのザマスというね、悟空ブラック、しかも悟空の声が聞けるっていう、俺的には悟空大好きなんで、それがやっぱり待ち遠しいなっていうので、今日盛りだくさんのね内容で聞かせていただいて、最高の一日でした。本日さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、カズノコさん、いかがでしたか。そうですね、新シーズンになるたびに、なんかすごい盛りだくさんのアップデート内容が毎回入るんで、はい、本当になんすか、1年後とかにはもうレイダーの数とかとんでもない数になってるんじゃないかっていうぐらいすごいボリュームが溢れてるんで、なので今回のシーズン、まだランクも Z5 慣れてないんで、ちょっとこの新しいシーズンが始まる前に Z5 にして、ちゃんと番組で強さが出せるように、はい、今後とも頑張っていきますので、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きまして、大塚さん、いかがでしたか。はい、そうですね、ブレイカーズもサバイバーのスキンだったり、レーダーのキャラクターがたくさん増えて、でスキルもたくさん増えて、ユーザーさんのもう本当いろんなプレイスタイルで楽しめるような、ゲームになってきたかなと思います。で先ほどおっしゃっていただいたように、ランクマッチも増えて、遊び自体の深みもどんどん広がっていってると思うので、今後も、次のクロスプレイであったりと、ユーザーさんがもっと楽しめる環境を用意していければと思いますので、はい、引き続きブレイカーズをよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございます。そして最後に小谷さん、はい、いかがでしたか。本当に皆さんからいいコメントをいただいたので、僕からは一つあるとしたら、今回、クロスプレイ実装といったところで、ブレイカーズ、立ち上げ当初から、本日バトルいただいたように、ブレイカーズを中心にみんな集まってワイワイやってもらうというところをすごい、目指していたところでもあったので、クロスプレイ実装といったのが結構悲願でした。今回、シーズン5でクロスプレイが実装されたら、ブレイカーズを中心に皆さん集まってもらって、今回バトルしたみたいにワイワイしてもらえるとすごい幸いだなとは思っております。はい、これからも、ブレイカーズは進化し続けますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。以上でシーズン5配信記念番組は終了となります。ドラゴンボールザブレイカーズを今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。
では最後にみんなで手を振ってお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。